はい、こんばんは。こんばんは。本日は BBM スポーツトレーディングカードインフィニティ2022ワンカートン開封していきます。イエーイ。イエー。キラントキレノ。キラントキレノ。キラントは返しない。キラントキレノ。久しぶりのカートンじゃない。最悪。なんでやねん。ちょっと入ってる順に一応並べとくか。どこに入っとったかわかる？忘れる。あーい。はい、それでは一箱目いきます。ささっと。どうでもいいってやつか。値段は1箱8,800円、定価かける12。うん、どこで買い物したか。それ言うた方がいいな。もう個人情報なら言わんでも個人情報。あ、これはトレカクインソンで、カートンで8万ぐらいかな。え、安い。安すぎる。え？え？安い安い。え？いや、定価ならほら。いや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 。10万超えるやん。違うよ。え？こんなん凡人が買っていくやつや。いや、凡人も買うやろ。え？早く行くぞ。はい、それでは、5パック。5パックずつ。目玉はなんや？目玉。ジョッキーや。目玉は分からんけど、狙いは京口ボクシングの。ええな。おお。ひふみん、ひふみん入ってんそりゃ。井上弟も入ってるっけな。タケル、あ、サインじゃ。もう見えたけん。誰だ。あ、ダンサー。ダンサーも入っとんじゃ。前タカヒロ入っとったな、そういえば。もうタブスや。高橋名人やね。うん。あ、ようわかったな。そう、名人も入ったんだよ、それ。マジか、うん。ゲーマー入った。うん。お、これがシリアルかな、多分。白山入り。こちらは150シリでございます。多分これでヒット終わりじゃないかな。あと10パック。あ、来た。うん、まあ。とりあえず。開いてない。1ボックス目だけどな。しよう。いいよか。あと欲しいのは萩原雅人やな。誰？え、俳優知らん。何か俳優？俳優、俳優入った。うん、バラエティーに飛んだ。なんか麻雀かなんかで入ったんよ。お、キュウちゃん。高橋名人。違う。あ、これ50シリです。あ、すごいやん。綺麗なやん。うん、キュウちゃん。好きやったよな。うん、キュウちゃんも大好きだったな。
サイン持ってるよ。サインカード。初サインカードのやつな。はい、2箱目はこんな感じでした。続きまして、2箱目。はい。2箱目いきます。サインじゃな。何？うん。卓球カードじゃなくて。今年のは分かりやすいな。卓球入ってない。いや知らん。ないよな。そうじゃな。しような知らん。マジで120シリでございます。サインかわいい。うまうま機種。怖いけんな。中身やりそうで怖い。京口、京口のサイン欲しい。初サインカードやけんな。うん、よし。キングじゃ。キングカズ。あ、これは嬉しいな。好きやろ。うん。サッカー選手で一番好きかもしれん。あ、これやん。名前カズなんじゃ。うん。こちらは78枚限定でございます。これはいいね。はい、2箱目はこんな感じです。はい。続きまして3箱目いきます。捨てようと。王さん捨てよった。曲げようとしか。王さん曲げよった。サインじゃなくてよかった。お、佐々木朗希じゃ。白サイン。うん。緑白。こちらは90シリでございます。サインとシリアルは出るわけ、うん、
どうだろうな。去年の何だったっけ、マスターピースはカートンで10枚サインが。カートンで10枚、12ボックスで、うん、そうそう。じゃないのもあるってこと。うん、2箱はないのが。白菜は入ってる。うん。今年は知らん。あ、来てしもった井岡じゃ。井岡も今んとこ全種類持っとるな。すごいな。90シールでございます。もうないかな。たまに3ヒットがあるんだよな、ほんなら、うん、最初のキューちゃんみたいな。これ嬉しいな。安心のメイドインジャパン。安心のメイドインジャパン。メイドインチャイナって書いてある。いや大丈夫だろ。はい、3箱目はこんな感じでした。4箱目いきます。陽気やな。はい、4箱目いきます。お、出てしまった。あれやん、見たことあるで。葛西。葛西のりやき。持っとるわ。葛西さんの直筆は90シルでございます。確かな、始球式のサイン持っとったんよ。ああいうのじゃないや、あの、アスリートのそうそう。始球式のサインも。しめじもちょっと欲しいな。サイン持ってない。サイン、あー、たけるじゃん。最近見た。90シルです。高橋名人のサイン一応持っとんだけどな。カードでも欲しいな、やっぱり。カードじゃない、うん、普通の色紙だけ。ファミコンのコントローラーにサインです。それはそう。はい、4箱目でした。5箱目いきます。5箱目です。あ、吉信じゃ、うん、こちらは150シルでございます。突然に小林カムイじゃ、聞いたことあるな。うん。あ、縦は少ないんじゃない。これカートンに2枚とかじゃないかな、縦。レーサー30シリ。うん、レーサー。
30シリでございます。今もうヒットないな絶対。もうヒット。お箱目でした。お箱目、お箱目、うもう出てしまった。早いサインは突然に。あ、それさっきから見よった人や、うん、誰さっきから気になっとったな。ボディービルだろ。あ、ボディービルだな、うん、バッキバキや。ボディービルか出とるで、なんか感情が、ね、嬉しいなそうかり嬉しい。あ、誰ラグビー、あ、リーチマイケルじゃないこれそうじゃ。よしとと。120シリ。6箱目でした。はい。7箱目いきまーす。最後か。ほんなら最後に2つ固まったんかな。さっき最初の方に2つとかあったけど。お、井上来た。90シリー。ボート？違うわ。すごい、ね、違うわ。え？やり投げ？投げだ。これボートかと思った。じゃあ水しぶきみたいなデザインの。どこがボートさ。7箱目でした。ラジャーごめん。急に。お。あら。数。両方当たったの。うん。120シリ。お。え、誰？ご自慢よし。怒られる。ダイビング。ダイビング。え、ダイビング。ダイビングってこと。うん、あ、まだあった。二つ目じゃ白菜。スリーヒット。金は150シリでございます。八箱目でした。はい。9箱目です。何が出るかな。同じやつってことはないよ。あ、また井上。でも色150かな、金はな。白菜ダブルじゃん。色が違うね、さっきと、うん、さっき緑とかだった。同じ選手も出るんかな。じゃあ、あの直筆も同じ人ってことあるの。いや、直筆はさすがにかぶらんと思うよ。ワンカードとか。お、村上様じゃ。当たりじゃない。村上様120シリ。まさか白菜で終わりことないな。そうか、2枚出たんか。怖いな。なくはないよな。そうよ。あ、え、サインじゃん。来た。うん、あ、どうしようか。マジ。うん、
はい、サインいきます。9枚目のサインはこちら。おお、当たり来たやん。藤田七菜子、馬っぽいサイン。あ、なるほど、うん、かわいい。こちらは95枚限定です。9箱目は以上です。10箱目さすがに疲労が、うん、ちょっと疲れてきた。あ、もうなんか見えたけど、俺まだ見えてないけど、あ、なんかなんか青いの見えたな、うん、あ、お、用に見んとわからん。それ鳥谷じゃ。え、これ30？え、30じゃん。何それ。青、じゃあ紫、紫じゃ。こちらは30シリでございます。出会いな。えい、3いきます。10枚目、何これ。水泳帽子。いや、わからん。あ、全然違う。帽子じゃなかった。ネットやん。アイスホッケー。サインかわいい。誰。え、山下光選手。うん、10箱目でした。いよいよラスト2つ。多いよな、ラスト2つ。11箱目。感動のラスト。あ、出とるよ。誰。あ、工藤さんじゃ。ヤグシリやな、金だけ、うん、それないか。エクスチェンジじゃ。引き換え。うん、おう、あ、高木菜那じゃ。しかも、あ、いいやつや。エクスチェンジは25シリです。何もらえるの。え、あのゴールドの。違う違う。サインじゃないよ。サインじゃない、うん、何もらえる。ゴールドのプレートみたいなやつ。何回か引き換えたことあるけど、え、無駄にお金がかかるだけ。こっちから。そうそう。入れとけやって。まあ多分サーチですぐ分かってしまうけんじゃない。カードサイズ？うん。いや、重さが重たいけん。うん。え、これほんだサインないんじゃない？もしかして。A の入っとった。エクスチェンジに食われるのサイン。マジか。マジか、サインの方がいいよな。まあでも引き換えるよね、高くても。まあな。11箱目でした。はい。いよいよラスト。感動のラストは待ち受けているのか。ラストいきます。ラストは全店でしんどい。いや、別にいらずに、うん、どうしようか。この光景。やっとラスト。サインどうだろう。12箱目。ラストです。にまった。あ、出た。
縦型佐藤優選手アイスホッケー30周です。ボクサーです。買わないかんよ。集めようか。いや競技欲しいけんな、やっぱり初サインだけんな。今日うちと萩原正人。あ、ダウセじゃ。ダウセもサインようと思ったら。好きなの？うん、昔好きだったな。本もこうだね。うん、教科書に載っとったよ。いや、知らん。違うかもしれない。もうないな。これはないね。ラスト。終了。終了です。ラスト12箱目。サイン以外のシリアルが16枚、うん、エクスチェンジ1枚、キューちゃんのインサートが50シリ、鳥谷選手のパープルが30シリ、そしてグリーンが90シリ、そしてブルーが120シリ、そして金箔サインが150シリです。続きまして直筆サイン、ワンカートンで11枚。うん、うん、そのうち縦型は2枚ですね、うん、残念ながら京口も萩原マストも出ませんでした。はい、もうワンカードに行くか。いやいやいや違うないって。終わりです。これで終わりです。長時間にわたる開封にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。